マテウス・ヘッツェナウアーは、ドイツの軍人。第二次世界大戦中、第三山岳両兵師団に所属して、東部戦線で戦い、狙撃手として、ドイツ軍最多の345名の戦果を挙げた。最終階級は上等兵。1924年、オーストリアチロル州ブリクセイムターレで生まれる。1938年のナチスドイツによるオーストリアの併合を経て、1943年3月末にドイツ国防軍に入営。基礎訓練終了後、アルプスの東端に位置するシュタイアーマルクのゼーターラー・アルペ山岳部隊演習場で狙撃兵訓練を受け、1944年7月17日付で第3山岳両兵師団第144山岳両兵連隊に配属された。彼が使用した銃はKar98kとGew43。ヘッツェナウアーはこの2丁を武器にカルパティアからスロバキア、ハンガリー等における撤退戦を生き抜き、1945年の終戦までに公式に認定された戦果だけで通算345名のソ連軍兵士を射殺した。この活躍により2級鉄十字章、不評突撃賞銀賞、1級鉄十字章、狙撃手、賞金賞、白兵戦、賞金賞を授与された。また、1944年11月6日にはソ連軍の砲撃で頭部を負傷するも生還し、同11月9日付で戦勝賞も受賞した。1945年4月17日付で騎士鉄十字章を受賞したが、その翌月にはソ連兵の捕虜となり、そのままドイツの敗戦の法を収容所で聞くこととなった。5年間の抑留生活の後に帰国。2004年、数年の闘病生活の後に79歳で死去。ありがとうございます。